やっほー、やばい、めっちゃ急いで準備した今。よいしょ、やっほー、やっほーです。おはようございます。そう、小悪の服、ちょっと今日は夜配信が多分できないんですよ、お家帰ってくる時間的に。だからやっとこうと思って、昼配信。そうでも昼もなんか今あの配信する1分前に集合時間の変更が来て、ちょっと全然ちょっと編集今パニクってる、だから準備できてないしと思って、だからもう今からね、もう配信しながら準備することにしたんだ。だから付き合ってください皆さん。やばいんだけど、ほんと今日編み込みしようと思ったのにな。まあするんだけど、じゃあ編み込みをねしたいと思います。そう、ちょっとできるかな、ここで。やばい、時間がない、追われている。でも今日夜できないから絶対昼やんなきゃやばいの。だからこんにちは、こんにちは。まあでも髪はしながら、でも今髪何もしてないんですよ、ボサボサだから。アイロンしてないか。やばいやばいやばい。セーラー服、セーラー服に見えるよね、小悪で着たやつ。不思議な服です。編み込みのコツは適当にやること。寝起きではないんだよ今日は。そうだよ、明日ティフだよ皆さん。あと琥珀申し込んでくださった方ありがとうございます。ごめんなさい、こんな感じで。ちょっとマジメケメケさん、こんにちは、こんにちは。ティフへ行く準備万端ですってね。明日ティフですよ。セーラー服ワンピ、そんな感じですね。いや本当にね、ちょっとバタバタな。何中？編み込み中。ティフ暑いよ。ってかしかも3日35度でしょ、最高気温。やばいですよね。いやちょっとあの集合時間が変わっちゃった。だからさ、私さちょっとさ寄って薬局寄って行きたかったのね。間に合わないじゃんっていう話。ツラミンゴ、フカミンゴ。暑いよ絶対。編み編み得意よ。まだメイクもそうだから微妙、肌とかもまだ微妙。そう、ちょっとやけどのさやつも買いたいしさ、ちょっとしかも他にもさ買いたいものあったんよ。普通にねプラチナでのメイク道具も買いたかったんよ。買うもの決めとったんじゃけど、ちょっと集合時間変更したけ、集合時間が変更したため行けなくなりました。まいたー。違う、なんか久々にチーク買おうかなって思ったんですよ私。そう、髪巻きたかったな。そう、キズパワーパッドをね、今キズパワーパッド的なやつを貼ってるんですけど、なんかそれをもうなくなっちゃうから、でティフの時は結構使うかなと思って、ちょっと買いに行こうと思ったんですよ。そうなんですよ、もう集合時間変わったんですよ。ちょっとまあもうだから焦ってるな、めちゃめちゃ焦ってるな正直。マジいつもの自分、マジいつもこんな感じでやってますっていう配信にしよう今日は。どこのチーク買おう、キャンメイクかな。あんまでもチーク使わんけ、なんでもいいよね。
ピンク系かな。やめ、クリームチークは上手にできんのよね。でメイクさん結構、あ、いや、そうでもないか。でもクリームチーク一回流行ったよね、めっちゃ。ティフ結構今回出させていただきますよ。本当に待って待って、タワー来た。ちょっと待って待って、お昼ご飯何も食べてない、朝から何も食べてない。待って、タワーありがとうございます。待って、ね、ノブさんだ、ありがとうございます。待って、でもちょっと今手が離せない。ありがとう。あ、そうそう、クリームチークの上にそうパウダーすると、そうそう、指原さんがチアマン。あ、今日はバタバタ配信しかできない、悲しい。手が離せないの。ちょっと待って、震え。クリームチーク可愛いよね、マジで。パニックパニック。夜多分配信できないの、間に合わないの。クリームチーズは美味しいよね。パニックしてます。え、集合時間が変更した。現在ショールームを始める1分前に、だから焦ってる。マジで素だよこれ。しゃしゃ、編み込み完了だぜ。そう、 LINE 来たの。チーズ、モッツァレラチーズが好き。こんにちこんにち、フロッグさん。集合早くなったんだよ、だから急いでんだ。パニックだ。しゃ、じゃあ先タワーかけます。ちょっと待って、ちょっと、でもまだ終わってないの編み込み、実は。ありがとうございます、ありがとうございます。のぶさん、もう満員満員満員になっちゃった、これ。ありがとうございました。25枚目も皆さんありがとうございました。っていう感じで編むんではなく後ろで結ぶんですよ、こうやって、こうやって。あ、ツインテールの子みたい。じゃなくってじゃなくって、この2個を後ろで結びます。ピョンって、でで、ね、よいしょ。後ろで結びました。はい、そしたらこれを取ります。終了です。っていう、でもストレートかけるのめんどくさいから今日は、ま、巻こうかな。今日は巻きれいにしようか。はいはい、これでちょっとだけ巻きましょう今日は。おお、急げ急げ。すごくない？鏡？鏡はこれだよ。鏡はショールームです。髪をショールームにして見ています。巻いてるのみたい。本当？じゃあ巻くね今から。でも今日はゆる巻きしたいと思います。はい、ゆる巻きっていうか毛先だけ巻きたいと思います。さあ時間がない。いい感じ。本当？あ、まあこれこれ使ってます。ビタルシェツーンのやつですね。これを使ってます。メンバーの髪もこれで巻いております。そうです、巻き巻き配信したいと思います。イエーイ。待って、私は一体何時にここを出ればいいんだ。私は一体何時までこれできるんだ。わからないぞ、本当にわからない。そして携帯が行方不明だ。あった。とりあえず半まではやる。
何ミリなんだろうこれ。何ミリだと思う？こんぐらい。分かりづら、分かりづら、分かりづらい、ね、あと15分はやるかな。15分多分やる。32ミリかな、分かんない。32ミリ19ミリちょっと分かりませんね。まあこんな感じで持って、ミリにはもっと太いのでやってるよ、アンより。でまあ今日は毛先だけ巻きたいと思うので、まあちょっとこういう感じで外し巻きをしたいと思います。はい、こんな感じです。こんな感じで全部巻いていきます。アンはミックス巻きを基本します。今外巻きをしたなって思ったら内巻きをしたいと思います。あ、私が火傷したのはこれじゃありません。私が火傷したのはこちらです。この間に足をぶっ込みました。はい、うまいやんってほんま。はい、こんな感じですね。これを全部していきます。あ、鏡じゃないからちょっと難しい。こういう感じです。まあ適当に。28ミリっぽい。まあそんぐらいですよ。32とかこうやって巻くんですよ。よいしょ。そう、今日オフじゃないよ。オフじゃないよ。髪の毛痛みますよね、よくわからん。でもあんま別に大丈夫今んとこ。あっしくった。てれー。なんかねストレートかけるよりね巻く方が早いんだよね。てれー、てれー。最近遊んだメンバー、え、あれコードブルー見に行った人見といおりとさなと3 4人で。かな。ビダルシャスーンのこと。いつもメンバーの髪もこれで巻いてますよ。多分みんなメンバー急いでるんだろうな。コードブルーめっちゃ良かったよ。もうみんな見に行った方がいいよ。やっぱ感動するよね。全部見てたもん。もともとのそういうドラマとかスペシャルとか全部。久しぶりにショールーム来てくれたのにごめんね、こんな配信で。ありがとう、はるさん。まあでも医療系苦手って方も結構多いですよね。でもね、確かに。リサもさ、リサもさ、リサは何も予定ないみたいな感じだったからさ、映画一緒に行くって、コードブル行くって言ったら怖いの嫌って言われた。はいって。そう、まあレア配信ということで。戸田恵梨香さんも可愛かった。ガッキーさん、怖いっていうか、まあちょっとねグロテスクなシーンがあったりするからね。チーク今日ちょっとしてますね。面白かった。のりこは行かなかったね。のりこはお家から出るのが好きではないので、基本インドア派なので。そう、リサのインスタメンバー初登場あんだから、イエーイ。あれ
トリートメントとか行ってる行くけど、なんか私の髪あんまトリートメントするしてしなくてしなくていいというか、あんましない方がいい髪らしいので、あんまりしないです。なんかいつも私はそのヘアさん、あ、じゃないメイクさんのお店に行ってるんですけど、その表参道にある美容室でなんですけどね。だからもうお任せしてます、ずっといろいろと何でも。ポップコーンは食べなかったですね、集中してずっと見てました。でも自分だけね、子供用の椅子に座りました。ちなみにこれ初めて言ったわ、この情報。違うの、でもね、なんか子供用の椅子がねあってね、あるじゃん映画館って。それでなんかサナとイオリがなぜかそれを持ってきてたの。そう、なんか背が高くなれるやつ。そうで、サナとイオリが持ってきてて、でもなんかその2人が使おうとしたらしいんよね。けどなんか別に使わんかったって言って、じゃあアンが使うって言って、なんか一回座ってみて、あれだったらアンがじゃあ使えばってなって、なんかしたらなんかアン使いたかったけん、じゃあアン使うって言って、イオリとサナのをアンが使いましたっていうような雑談をしている間に、あ、ちょっとこいつを巻こう。っていう間に終了しました。雑談をしている間にね、終了しました。やけどしませんでした。2個使いはしてないです。イオリアだけ使わず置いてた、普通に下に。けどアンが使いました。サナのをアンが使いました。はい、っていう感じで出来上がりました。イエイ。そう、クッションみたいなやつ。これで本日のアンナが完成しました。巻き巻き配信でした。まあこれで、まあいい感じになったらほぐしてもいいし、でもアンは今日はこのまんまでもいいかなって思ってます。ふわふわにしたい方はここほぐしたりして、まあでも編み込みしてなかったらこのてっぺんとからへんもちょっと巻いてふわふわってしてあげるのもいいと思います。はい、そんな感じです。終了です。でもまだメイクは完成ではありませんけども、とりあえずこのままいきます。私は、はい、コードブルーの出演者の中で、戸田恵梨香さんかも。大人っぽくなったメイクはちょっと後でします。ほぼしてるけどね。今日もディズニー行くの、カサカサいいなっていう感じで、このまま、はい、今日この髪の毛していく。イエーイ。さあ、ティフ3日間ありますけど、何の髪型にしましょうかね。じゅんさん、ありがとう。フォース申し込んだよって、ありがとうございます。ガッキーさんもめっちゃ可愛い。どっちも好きすぎてって感じ。でも日賀さんも好き。さあ明日からティフですよ。マジ何の、見て、なんか面白い、これ見て、首にまとわりついたはい、何しようかね、ティフでね、何しようかな、髪型な。でもこれが好きなんだよね、一番。ティフ皆さんいろいろあるんで見逃さないでください。本当にえ、ちょっと待って、違う、また変更じゃない。ティフってさ、なんか発表された？あ、発表されてる。
発表されてた、あのあれです、違う TIFF のあの給湯さんの、そう、岡井千里さんのステージに、そうキュートさんの発表されてた。ちょっとディフの公式見よう。そう、イコールラブからはナータンとノンノとサナとアンの4人が出させていただきます。はい、そうなんですよ。岡井さんと浜浦彩乃さんと朝倉キキさん3人さんがいらっしゃって、そうプラスっていう感じでホットステージなんですよ。だからちなみに皆さん3日目は、あ、3日じゃ間違えた、3日、1日目の3日は私たちイコラブは3回もホットステージに出るんですよ。そうなんですよ、イコラブはっていうか4人は、イエイ、そう歌って踊ります。キュートさん大好きステージで、そう結構今ちょっと頑張ってます。ま、見に来てください。だからそう3日、3日にナータンとノンノとサナとアンは、そう1時45分から2時15分まで8月3日ホットステージです。そうだから、だからそう私大好きなキュートさん嬉しい。なんか本当は去年もこれあったんですよね。で去年も本当は出たかったんですよ。でまあ言うだけ言ったんですよ。でも 100% 無理じゃないですか。だって去年は初ステージがこの TIFF だったのに、まあ出れるわけないんですけど、そうまあでもこうキュートさんが好きっていうことだけはちょっと伝えてたんですね、スタッフさんに。で今年もこれを知った瞬間にもう私がスタッフさんにこれも出たいですって言ったら、あ、今回は OK って言われて、吉原さんにも多分確認して OK もらって、それで申し込みっていうか、で他にメンバーで出たい人みたいになって、で出たい子が手を挙げてっていう感じでした。イエーイ。そうだからずっと出たいって思ってた去年からステージだったので嬉しいです。そうこれでアンがなんかその今回スタッフさんにこれで今年は出たいですって言ったら絶対出たいって言ってくると思ったって言われたそうしかもなんか岡井さんはあの前イコラブ大特訓中でゲストで来てくださったこともあるし楽しみです。キュートさんの曲を歌えるから嬉しいです。イエーイ。ということで、あの3日は3回、3に3回ホットステージなのに見に来てください皆さん。キュートさんのさ広島でさコンサートとかも行ってたしさ、すごい楽しみ。そう時間やばいわ、そろそろちょっと順位読んでいかんといけ、いきまーす。13位大阪さん、12位トリコさん、11位香港の KK さん、10位まさまるさん、9位なかちぃさん、8位しししげっち、7位たけしさん、6位さしなゆいさん、5位あずみん、4位せいた、3位にごさん、2位けんよんぱちさん、1位のぶさんです。のぶさんタワーありがとうございました。くしゃみ出そう、やばい最近くしゃみ連発するやん、やだね、もうほんとね。ランダムいきます、5人いきます。1人目モウリさん、2人目ガミさん、3人目 ZZ ペーターさん、4人目ロックさん、5人目レイちゃんです。ありがとうございました。マジで急いだ配信でごめんなさい。じゃあはい、明日 TIFF です。多分今日の夜配信できないと思うので噂されとるんかもしれん。じゃあねみんな、バイバーイ。
イバイ、急げー、バイバイ。じゃんけんしてなかった、せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけん、ほいパーです、危ない、セーフ、バイバイ、 See you、 ありがとうね、バイバイ。